まあ今日ちょっとね、どっちかっていうと僕の中ではガンガンストーリーを進めるかっていうかは、ちょっと調整枠、まあ調整そんなにね必要じゃないかなって思うんだけど、今日は月曜日だからポケスロンの景品が尽きる。え、何マジでそれ、え、もうすぐで火曜日になっちゃうよ、ポケスロン。今日さ、ツワース君とちょっと連絡取り合っててさ、俺ちょっとツワース君と今度飯行くんだけど、ツワース君が LINE 上で俺もメガネクイーってやって、うーん、マッチャオ、僕でよかったら交換進化付き合いますよって言ってくれて、誰でも連れてきてくださいっつってそう、それで、え、マジでっつって、俺さメタルコート持ってんじゃん、メタルコート持ってんじゃん、だからさストライクハッサムになるんだよ。だから、え、じゃあどうしようって、土曜日にこの前自然公園行って、でモコちゃん殺されちゃったんだけど、あのストライク捕まえに行こう、モコちゃん殺したストライク、ただのストライクじゃダメだぞ、モコちゃんを殺したストライクを。そう、俺は LINE 越しでも聞こえたよ、あのイメージできたよ、メガネクイーってやって、へえそうですか、ではポケモンを持ってきてください、交換しましょうつって変更が、お、マジだ、月の日だ、3000ポイント。まあじゃあ行こうか、よし行ってみよう。これか、ここたちか、これ早すぎだろ、やば、さあいいぞ、100枚、イエーイ、いいね、さあ頑張ろう。プッシュサークル、ポケモンをなぞって、なぞるも苦手、なぞる苦手だよ、3匹同時に操作、ほらマルチタスクじゃん、え、全然わかんない、え、どういうこと、この中に入れればいいの、この中に入れればいいの、え、俺どこにいる、え、やばくない、俺どこ行った、早い、おい、ちょっと頼むよ、よし、まあ、あともうちょい、おい、お前こいつら何もしねえぞ、いいよね、これね、いいよね、おい、です、だ、おい、待って、まあ、いいんじゃない、これどうだ、ちょっと状況が分かんない、3匹の合計30やってんだけど、これ高いのか低いのか、どうなんだ、結果がまだ分からん、やばいぞ、でもまだなんかでっかいの来た、うわこれむずすぎる、ちょっとマジでむずい、しゃー、何やってんだキャラス、脅しだけがやばい、脅しだけやばい、うわむずすぎる、むずすぎる、これ、え、どういうこと、タイなのこれ、あ、もうこれで勝てんのか、やばすぎだろ、なんか勝ったぞ、チャレンジボーナス、まさおに32、なんであやチーム35なんだよ、は、え、なにこれ、八百長、俺、え、
勝った、勝った、勝ったよ。これでいくぞ俺、パワーメダル。よし、ポケスロー、フォーエバー、パワージャンルで何とか優勝取りました。これで何ポイントもらえるんでしょうか。1800ポイントぐらい。おい、間に合うのかこれ。この時のために俺一つ一つ捕まえたんだな、やばすぎる。さあスピードコースどんどん行きましょう。こんなことない行こうぜ、ジハード、リバーバル、メッシー、スピードについてくれるのか、行こうぜ。よしよし、いいぞ、ポンポンポンだ、え、ポン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 、おかしい、早すぎる。これどうなの、どうなんだ、めっちゃいいんじゃないこれ。1、2、3、うえー、1位おめでとう。さあガンガン行こうぜ。マジむずい。結構いいんじゃない、結構いいんじゃない、結構いい、結構いい、結構いいんじゃない、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 あと何秒、あと21秒、まあいい、これ行こう、行っちゃう、行っちゃう、これ行っちゃうわ、行っちゃう、行っちゃう、行った方がいい、行った方がいいと思う、だって0秒になっちゃうから。どうだろう、あーあーえあーマジか、まあ他ちょっと全部頑張ろう、あと次のやつ1位取ろう。ちょっとごめんね、スペシャルなとこ見せちゃうかもしんないけど、もう一回、おい、もっとポケモン愛せよこいつら、どうなんだこれ。でも夏美が2位ってのがちょっと心配、どうだろう、まずは33、まあここはいいでしょう、次です、いません、マジで個人賞、え、努力賞、夏美じゃん、じゃんもうこれ、そうだよね、いけいけ、上がれ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 、ここが上がんないんだよ、最後かっ飛ばせ、あっしゃ、いて、肩がいて左肩が上がんねえ、ちくしょう、おい、死ぬ肩になって、ガッツポーズは取れねえ、右手でしか、あれ、え、ちょっと待って、これさ、交換しないでさ、待った方がよくない、だってそうすればまたやらなくていいよね、え、これ、これチョキ、これできるよね、チョスロポイント、チョスロできる、再利用するときに500枚しか出るとかそういうのじゃないよね、町田のピアみたいに、ちょ、玉やった1000枚したっつって、じゃあ次の日それでやろうっつって500枚でしかできないとかじゃないよね、できるなら俺じゃあ行くよ、そしたら、じゃあそうしたらじゃあ行きましょうか、いいですよね、別にいいですよね、バッチ画面見せてくれ、あ、いいよ、バッチってどこで見たろう、ポケギアかな、ま、ん、まあ、マサオか、なるほど、え、もうこんだけ手に入ってますよ、これでしょ多分リーグバッジ、うん、やばいじゃん、これネタバレじゃん、あと2人、次じいさんと女の子じゃん、やば、このシステム、ハテナにしときゃよかったのに、リメイクだからいいのか、え、これちょっと、もしかしてこれやりすぎ、これやりすぎ、ペースが異常です、ちょっとはありえない、毎日ちょっとペースが異常なので
あのどうなんだろう。うん、まあ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 いいでしょう。しょうがないんだよ、体が勝手に動いちゃうから。待って、これだってそうするとさ、ワンちゃんうちの、待って、レアコイルちゃん死ぬ可能性あるんじゃね。あ、貝殻の鈴か。あー、まあ確かに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 、あー確かに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 、それはありだな。あー、まずいな、それは。やべ、全然聞いてなかった。サンドか。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ。じゃあちょっと捕まえに行こうか。じゃあ金めちゃめちゃあるからな。あ、何、話聞いてないって。え、サンドってここに、ここの砂漠にいるんじゃないの。砂漠にいるっつってよ。あ、右のマシンを使えて、あ、なるほどね、なるほどね。まあ寄付したわ、あのできたばっかだしここ、うん、これ金あるからさ、金だけはあるから、3万5000円あるから。こっちか。あ、なるほど。あ、これで多分どん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 行けるとこ増えるんだ。ん、行けないぞ。パソコンってだってどこに、どこにあった、これか。な、な、なに、なに、頑張ってサンドを捕まえてわしに見せてください。え、俺サンド、え、あ、もうサファリじゃねえんだ。今のやつ、これ？ああ、なるほど、そういうシステムなんだ。ああ、理解した。簡単。よし、いいんじゃない。こいつはあのマルアルマジロのマーン、あのアルマジロのマから取ってるわ。こいつアルマジロのマな、これあくまでも頭が甘いらだぞ。変な卑猥なこと考えてるやつらはもしかしたら変なこと考えてるかもしれないけど、俺これアルマジロのマから取ってるからな。ネイティブだぞ、ちなみにこれ。ヤドって強いもんね、結構ね。メスのヤド。一応、赤緑だとサファリボールってスーパーボールと同じぐらいのパワーって、俺、覚えてるんだけど。メス、マヌケポケモン。って言うと、今もそうなのかな。そして、ヤドンってちょっとさ、ちょっとエッチだよね。若干。若干エッチだよね。わかる？そんなことない？ヤドンってなんかこうさ、あの団地妻のさ、昼下がりみたいな感じのしない？なんかちょっと家事終えた、洗濯も終わった、家の掃除も終わった、ちょっとソファーでゴロンってしようかしらみたいな時に、あの宅配のお兄さんがピンポーンって来た時にうたた寝してて、それであみたいな時の感じしません？全然、え、なんか友達になれないな、それ。残念。なので、あけびにするわ。ちょっとそういう妖艶な感じをイメージして、うん、あけみ。ちょっとね、ちなみにさ、ポケモンってさ、持ち物マスターボール持たせて交換とかもできんの？そういうのできんの？あ、マジで？いや、なんか、いや、ツワハース君、これ見てるか聞いてるか分かんないけど、いいからな俺これ。じゃあ、じゃあなんか言うと振り見てだよな。振りじゃねえからな。なんかツワハース君ってさ、すげえあれなんだよ、いろいろこうなんか気が利くし、なんていうか、いろいろよくしてくれてるんだけど、何も言わずにマスターボールとかさ添えてきそうで、ちょっとそうしたら俺もちょっとさ、ねえ、嬉しいよってなっちゃうけど、申し訳ないよっていう気持ちもあるし、いいからな、マジで、ほんとマジでやめてくれよ、そんなしなくていいからな、大丈夫だからな。うん、あー、これはマリルか。うん、マリルってさ、さっき
ポケモンス、なんだっけ、ポケスロンでさ、力5だったけど、そんなキャラなの？可愛い顔して。っていうキャラ。で、水でしょ？水で、力持ちって、珍しいよね。ギャップってやつか。可愛い顔して、やるよね、みたいな。一応さ、マリルちゃん、まあ俺も手持ちにあるからさ、まあ育ててもいいかなって思うけど、まあちょっと、ヌオーのが、ヌオーと被るからな、水地面の。あとは、あの子とか被るよ。あの、何ちゃんだっけ、あけみちゃんじゃなくてさ、ほしかちゃんじゃなくて、ことねちゃんか。ことねちゃんと、ことねちゃんになんか言われそう。もう聞いて、私がマリル使ったのに、なんでマリル待つな、ちょっと言われる可能性あるんだよな。やっぱあの子多分俺のことちょっと意識してるから、ちょっとね、若干ね。お母さんに言われたじゃない、あら、あんたがボーイフレンド連れてくるなんてつって、やだ、別にそんなんじゃないんだからみたいな空気だったよね。俺は覚えてるよ。なので、まあ、ここはやっぱり俺もさ、ちょっとこれからデリカシー検定を上げていくためにも、そういうのは事前にね、そう、事前にいきます。リセットもちろんしない。ラムーでいいね。なんかさ、俺変なリルを生み出しなかったっけ。上の方がなんかしんねえけど、コクーンのレベル低いな。つまり強ーストライクがなんか上に行ってんだって、なんか逆かもしんねえけど言ってたよな、なんか。まあまあまあ、ちなみに、パケメンマスターの諸君、20分頑張ってストライク出なかったっていう僕、私はここにいるのかな。さすがにそんなことない。普通にある。下の方が出やすい、よかった。本当かよ。でもさ、俺確か下で出た覚えがあるんだよな、確か。さ、地球投げはレベリゾンだから確実に17だからなんか食らうってことだよね。あれよ、あ、もう、冷たい。ちょっと、なんで DS の 3DS のペンの上に置いちゃったからこぼれちゃった。もう、なんでこんな時、冷て、おちんちん冷え冷え。小学生、ダメだ、でもポケモンの方が優先だ。さあ、よし、ゴー。よーし、ちょっと名前、あ、後にするわ。時間、どこに書いてんだろう。時間、何分か書いてね。ストライク、よーし、OK、捕まえるぞ。よーし、 OK。 そうですか、では自然公園で結果発表をお願いします。これ前3位だったんだよね、俺ね。メスだから増やせる、それ本当？なんかでも怖いよね、メスだから増やせるっていうさ、ゲームのこと言ってんだけど、この発言だけでなんかもうネットって燃えそうで怖い。3番はビートルの人、ともゆきさん。2番目はカエルスのミキヤスさん。今回の一番優勝者は、ストライクを捕まえた虫捕り少年のヨウジさん。え、ちょっとふざけんな、俺じゃねえのかよ。ちょっと待って、もうやめてくれよ、もうふざけ、意味がわかんねえ、意味がわかんねえ。ビートルに負けんの俺、体力削ったっていうのか。あ、なるほどね、そういうのがあんのか、なるほど。よし、もちろんメスのストライクか。俺これハッサムにするからな。ハッサムってさ、赤いじゃないですか、これよくない？赤で、赤を想起する。で、マジで俺すっごい、そあれだからね、愛情をもっと育てるから。これクリームゾン、我の名はクリームゾン。
立ちはだかる者の首を全て切り裂く者なり。性格が楽しみ、手先は器用になった。そう、育成の頸動脈を切るこの商業、手先だけは器用になった。頸動脈だけは誰よりも早く切るようになった。ずぶとい。弱い技の威力がある。テクニシャン。あ、産ませるのありか。ありだな、確かにな。産ませるのありだな。産ませようぜ。これさ、なんか2匹預けようぜ。これさ、あの、虫と虫じゃないと配合して卵産まないとかそういうのじゃないでしょ。もうポケモンってさ、サラダボールなんでしょ。もう、なんでもありなんでしょ。虫と虫、あー、オッケー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 。こいつ虫なのかよ。こいつ生まれたらどうすんだよ。まあいっか、今夜やばいぞ。多分今夜とんでもないことが起きるぞ。ツボツボとストライクの何が始まるんだ。ちなみに子供ってどんくらいで生まれるんだい。10ヶ月ぐらい。いやいや、そういうのじゃなくてさ、僕が出てってないのよ。あの、今パケイメンの中のさ、子供はどのくらいで生まれるの。あ、ジジイが教えてくれる。あ、マジで。子供、じいさんばあさんに預けてスロットやってたら生まれる。マジで。歩数なんだ。あー、ダメか。ちょっと待って。じゃあ、あっ、あっ、あ、ごめんごめん、失礼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 、ごめんなさい。金は、ダチンはこれでよし、聞いてみよう。あ、やった、うるさい、行こう。やべえ、俺ポケモンのこの分かったわ、その卵とかなんかみんなやってるけどみたいなさ、これは癖になるわこれ。ああ、これは癖になるわ。いやでもこれハマったらあれだな、すげえストレスになりそう。なんだよ、意地っ張りかよみたいなさ、またなんとかかよみたいな。はい、で、これで持ってればいいんだよね。おるー、これいるよね、これかぶってるよね、これ多分ね、かぶってるよね多分ね。で、あれとバックでシルバースプレー作って、あれか、他のポケモン出ないするのか、使う、よし行こう。さあどうだ、クイックボール乱数調整中。俺がスイ君だろ。俺を捕まえてみろよ。行け、おら、あー、くそ、あー、反対になってる、なんでだ、あーなんで、全然ダメだったわ。なんで、どうしたらいいんだこれ。ちょ、なにこれ、もう、こう、バグっちゃった。あ、あー、
何、なんだ、よしよしよし、さあクイックボールだろう、てめえ捕まえてやっかんな、3匹全員捕まえてやっかんな、まあ、麻痺は効くだろう、効くか効かないか、これさ、あのさ、配信者ってさ、コメントこうやってチラチラ見ながらさ、多分いろいろ参考にしたりするのはまああると思うんだけど、俺の放送ってさ、本当にわかんねえ、マジでマジでわかんねえ、マジでわからん、本当参考にごめんな、あのいろいろ親身になってさ、正解書いてくる人たち、わかんねえ。全然ダメじゃん。でもさ、ちなみにさ、ポケセン行ったら回復するとかある？こいつら。今統計取ったんですけども、嘘か本当かわからないコミュニティなのに、今真実のコメントが30連続してたわ。俺初めてだ。俺嬉しいよ。初めてこんなこと、今さすがにやっぱ捕まえてほしいらしい、うん、だいたいさ半々ぐらいなんだけど、ないあるがないが今30連チャンしたわ。高須クリニック大工の源さんで2万5000発ぐらいですお前、それだったら。よしよし捕まえるぞ。これなんで、この上と1短い道路だわ、ここ。かさまってねえや、上と1短い、次ここで戦う場面になる。お花目になんない。マジで重なってた？本当に？え、じゃあお前はあの、まだ認められないけど、ちゃんと拡大して検証しよう。本当に？ただ俺には分かる。この流れが多分正解のやつだな。おめえらがだって本当に怒ってんもん。俺分かんだよ。おめえらが本当に怒ってるか、冗談で言ってるか最近。本当に怒ってんな。いけ！やって！なんだよそれ！コロコロしろよ！ふざけんな！マジ！数珠持ってくしかねえかな。この世の俺の運上げるしかないかな。キッチンのさ、下に置いてあるからめんどくせえんだけど取り出すの、あのこうやってなんかフックみたいなのさ、こうやって上に上げてよ、ちょっとそれでまたガコンってずらしてあげるやつだよ、わかるだろ、めんどくせえんだあれそんなとこ置くと嫌な感じになるぞ。いやマジ怖え、あんま信じてねえけど、それだけは一番嫌だわ、マジで一番嫌だそれだけは。もうね、赤の色物同士仲良くやろうや。お前俺のとこ、俺のうちの組来たらお前絶対、お前すぐお前あれだ、杯交わしてお前幹部クラスになるんだよお前、40レベルなんてお前、あいい話だからよ、頼むぞお前。俺なんだよそれマジ意味わかんねえ、こいつすっげえアバズレなんだけど、こいつなんで、なんでだよ
ジで。いけんじゃねこれ、竜の怒り。これ急所めっちゃ怖くない？いや怒りは怖いっていうか、もうあれじゃないのかな、俺上ちょっと上下で調べていいか、さっきのアーカイブ見て。いけんじゃねえかなこれ。うん、信じてくれ、大丈夫。多分ね、俺覚えてんだよ、このメーター見たら1の頃はこれ多分。信じてくれ、信じてくれ、信じてくれ、絶対大丈夫、信じて。ほらね、クソビビったけどな、うん、信じてほしかった。 よかったよかった。あーぶねえ、これで捕まった。ライコ頼む、捕まってくれ。なんでだよお前、コロコロしろよ、マジうざいんだけどこいつ、意味わかんねえ。 無の顔で捕まえよう、絶対喜んじゃダメ。マジかよマジかよ、なんでマジ、こいつやばい、ツワースクがマスターボール食えないといけなくなりそう、これ本当にマジで。なあ、そんなことないですよね、なんでチクショ。エンテ麻痺の状態、いくぞ、ツワクサスパシャッ。でもいくらつかね、おい、これで俺もうツボツボだったらもう消してたわ。ああ、ごめんなさい、やってらんねっつって悪いな。とりあえずニックネーム、デスカバー、これはもうね、いい性格だと思いますよ、めちゃめちゃいい性格。見てみるよ、お、いいじゃん、てれや、虫のすらせ、ピンチの時に虫の、あー虫の知らせか、テクニシャン欲しかったな、俺のこのあれだわ、4月の思い出だわ、このエンテクライクレンコ、あれなんだっけ、レンテイライクン、ライコスイクンか、うん、似てて覚えらんねえな、これな。1、2、チクショー。セット完了、でも無理だわけよマジで、捕まってくれ、ハゲそう、マジハゲそう、惜しくもねえんだよ。でもこれさ、さっきも言った通り、捕まるか捕まんないかの、2つのテーブルがあってさ、でさ、捕まらない
いやでもさ、そうだよね、さっきからさ3回って多分やっぱ惜しかったってことだよな。どうなんだろう、わかんねえな。もう0123のあのコロコロあんじゃん、やっぱり3回コロコロは惜しい。いやでも捕まるか捕まんないかのテーブルの2択だったら惜しくねえんだよな、それは。そう、わけわかんねえ。なんか俺もなんか自分何言ってるかわかんないんだけど、だから何が今言いたいかというと、この惜しいってなんだって話なんだよ、もうさ。このあー惜しいっていうのが、いやもう捕まってないんだから惜しくもねえんだよっていう認識の方がいいのか、だから捕まんないテーブルを引いてたまたまそこの薄いコロコロ参加を引いただけだから別に何も惜しくないんだよっていう認識でいいんじゃないかなと思うと、たまはこよし、これはいいご縁だ。えんて、もういいやろ、寝かしてくれよ。俺もなお、ぼちぼちもぼちぼちもさ、明日の準備とかいろいろあるんだ、頼むよ。1コロ2コロ3コロバー1パー引いたぞ、よし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 、これだよ、やっぱテーブル変えるんだよ、やっぱエンテ火山ポケモン、高さ 2.1m、 人権あり、重さ 198kg、 よし、このポケモン新しい火山ができるたび生まれてくると伝えてくる、大地を駆け巡るポケモン、ありがとう。エンテ炎の、まあ、帝王、あイフリート、バハムート、あいいね、やっぱイフリートバフムートって打ってる人たち俺と同じレベルね、多分ね。今から俺言葉、思った言葉が声出してるからちょっと残念な気分になるでしょう。そうだね、サラマンディスとかサラマンダーとかね、あのボルケーノとかね、なんか伝説だから、この苦労をね、この苦労を決めた。3つのこの3つのね、これからねまだ全部捕まえるんですけど、俺このね3匹の名前を合わせた、この3匹を合わせたら1つの名前になるような名前にしたい。その意味を込めて、こいつの名前はルカバン。浮かばん。じゃあ俺はね、そう、今ちなみに俺と同じレベルの人説明しよう。俺はケル、ベル、ロスにしようとしたの。一人いたわ。おめえ俺と同じレベルな。ちょっと残念な気持ちだったろ。ケル、ベル、ロス。でもなんかこいつケルって感じしねえしなと思って。ケルって。これでいこう。全部ひらがなでいこう。伝説ポケモン。伝説ポケモン全部ひらがな。かっこいいだろ、なんでだよ、かっこいいだろ、いいだろ、ホムラちゃんだよ。ちなみにちゃん付けな、これみんなくんじゃねえぞ、ホムラちゃんって言ってな。まあいいんじゃない、いいんじゃない、割と、うん、悪くないね。うん。よし。次！足りめえだろうが、お前ら。誰だと思ってんだ！足りめえだ！この時点で、ライティもいたら嬉しいだろうが。水曜日の俺へのプレゼントだよ。メレのためにやってるわけじゃねえからな！水曜日の俺へのプレゼントなんだ、メラのためじゃねえんだぞ。お前のが HP 低いじゃん、もう捕まっちゃうじゃん、終わりだよクイックボール。
ッケー、知ってた。大丈夫、正解、いいね、大卒、マジで知ってた。お前もこっちに来いよな、そう、こっち側に来いよなあ、楽しいぞお前、待ってるぞお前、毎日あれできるぞお前、なんか、なんとは言わねえけど、あれもできるし、毎日、やべえぞ、マジ、こっちの世界来たら。ちなみに、俺は今は、あれっていうのは、抱けるぞっていうのを言いたかったんだけど、でもそれすらももう言えない時代になったのを悲しく思った。それすらも俺は言うのが怖いって思ってしまった。悲しいね、コンプライアンスって。絶対ね、内臓出てるよね。早く捕まってさ、お尻から飛び出た内臓ビュってさ詰めてあげんのに。ごめんみんな、ごめんなさい、おならさせてください。あー、いてー。これをちゃんと見てもらわないとな。ライコ、共に行こう。でさ、ごめんね、申し訳ないんだけど、マリクが雷の魔法をやるときに何て言うんだっけな、ホブラなんとかなんとか、ソアなんとかのなんとか、なんとかなんとかでバーンストライク、イザナミなんとかなんとかがかんとか、なんとかがかんとかでなんとか、ウィンドカッター、なんだったっけな。いや、ナルカミってちょっとまた違う気がするんだよな。いや、これはいいや、ホムラシデン、もうスイ君捕まったらまた3文字の俺はひらがなにしたい。シデン、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ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 、うん、すごくいいってわけじゃないけど、吠える電光石火スパークリフだ、スパークなんだ、特攻だからちょっと電気ショックとか10万ボルト覚えてほしいけど、うん、下がりは全然いいよね。よし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 、オッケー。ちょっとインフレしてきちゃった感はあるんだけど、まあ、この後の物語、うん、水曜日、ポケットモンスターね、オープンレッグフトンちゃん、バッチ獲得編、まあ明るいうちにはやりたいなと思ってます。ちょっとね、月末にまたポケモン、進化編もやるんで、卵も羽化させたいなって思ってるんで、まあ、ちょっとまたね、それもやりつつ、バッジも取りつつ、このジョートシティを攻略していきたいなって思います。今日は番外編ということで、いろんな調整をしていましたけども、伝説ポケモンゲットしました。金はスカンピになりましたが、
それ以上のものを得られたんじゃないかなって思ってます。それでは皆さん、明日ダチュー布団でお会いしましょう。できれば見てください。おやすみなさい。